どっちがいいかな。放送直後の方がわかりやすいかな。日またぐと微妙だな。ちょっと考えないといけないな。概要欄、概要欄。オッケー、オッケー。概要欄には書いた。今日日曜だよね。5月3日。オッケー、なんもないね。ナトさんこんばんは。あ、社畜さんこんばんは。水餃子に まあ、色がね、そんな感じだしね。どっちかというとなんか、こう、小籠包的な感じしない。そんな感じで、やっていきたいと思いますが、ライブ配信はね、超低遅延モードにしたんだけど、どうよ。どうよっていうのはちょっと、まだあれだけど、わかんない感じです。ちょっとね、意外とね、接続状態がね、良かったんで、ちょっとこれで、やってみますね。あとね、放送した日付、タイミングをね、ちょっとね、戻そうかなと思ってます。次の日にやるよりは、まあ、当日がいいかな。寿司さんの放送終わった後やる方がいいかなって気がします。あ、音いい感じですか？今日はね、なるべく動かないように、ちょっと熱がこもっちゃうんですけど、後半もしかしたらちょっと、パソコンのパフォーマンスが悪くなってくる可能性があるんですけど、まあとりあえずは、最初は良さげだね。音大丈夫ね。あと遅延も減らしてるんで、若干こう、レスポンスは速くなる気がするよ。ちょっと、あそこに頑張ってもらおうかな。思ってる次第です。すいません、昨日は設定がね、ギリギリできるかなと思ったんですけどね、今んとこね、できないっぽいんですよね。ちょっとなんかやり方わかんないか、ちょっと調べないといけないんですけど、てか調べてるんですけど、なかなかね、難しい。今のところもしかしたらできないかもしれないっていう感じです。でも、納豆さんは早速メレンゲクッキー作ってたみたいですけど、お味はどうでした？お味どうでした？最近卵はね、あんまり売ってない。卵ね、買いに行く時間が問題なのか。卵ね、結構売れてますね。10個入りのパックのやつとかはね、あんまり見かけないんですよね。なんかちょっとね、6個入りの高いやつは売ってあるんで。安いやつから売り切れてるっていう感じがしますね。メレンゲはね、なんか、今回レシピが超簡単でしたね。オーブンがないと作れない問題はありますけど。ここにあるのはね、ガスオーブンだけなんでね。ガスオーブンって100度多分、ないな。ないっていうのは、温度が多分高すぎるんですよね、ガスオーブンだと。消し炭になりそう。あ、美味しかったですか？ガスなんか少し早くて、さっくり感がつく。ああ、なんか時間を置いた方が、水分が飛んでくれていいっていう話がありましたね。ご飯中 それはもうミスだよね。ただのミスだよね。間違えたの。10パック卵たくさんある。なるほど。ご飯中がちょっと若干ちょっと大丈夫。たまに見ますけど。桁を1個間違えたっていうミスでね。よく見かけますけど。
てかあれだね、今ね、パソコンの隣で携帯開いてるんですけど、ちょっとね、Wi-Fi を使ってるんで、電波干渉起きるかなと思ったんですけど、意外と大丈夫そうだね、これ。意外とこれ電波干渉してないよね。放送できてますね。いい感じだね。2日分のつもりで4日分撮ってしまった。あ、なるほど、倍ね。ちなみにね、ちょっとパソコンでしか放送できなかった場合、これから先、パソコンでしか放送ができないんだったら、ちょっと音質もし、さすがに聞く気がうせるっていうレベルになってきたらちょっと困るって。マイクの方も探してます。マイクもね、1個USB でつないで、ちっちゃいマイクなんですけど、割とね、指向性で、評判の良さげなやつをちょっと1個見つけたんですけど、ちょっと高いんだよね。値段が結構するんですよ。メーカーはね、話がちょっと脱線するんだけど、メーカーは割と有名なところのやつなんで、ロードっていうところのやつなんですけど、こいつがね、割といいものを出してるみたいで、最近ね。あ、こっちの方が安い。じゃ、マジか。そんなのを最近探しておりましたね。あと配信アプリと。聞く限り電波障害って特に問題なさそう。問題なさそう。いいね。いいね。やっとなんかもう整ってきた感じがするね。ただ、ちょっとファンの音が大きくなってきたかな。ファンのノイズがちょっとうるさくなってきたら教えてもらえると。どのぐらい使えば、パソコンが持つのかっていうのを調べられるんで。そういうの問題ですよね。メレンゲクッキーはね、もうなんか割となんか、オーブンがないと作れない問題があるから。ちょっと悩ましいですよね。どうにかできないかなって思ってるんですけど。非常にシンプルですよね。卵白と。初めてっていう。なんかやればできそうな気がする。温度だ、100度っすよね。あれですね、昨日の放送を見てた感じだと100度いかねえ、100度の設定がねえっていう人を見かけましたけど、最低温度が110度。フライパンか。乾燥させればいいだけだから。乾燥させればいいだけですよね。要するにね、水分さえ抜けば、かっちり固まったまま、サックリ食感できますってっていうやつ。そうですよね。どう脱水するかですよね。フライパンも頑張ればいけるかな。でも弱火って確かね、あれですよね、70度とかですよね。若干コントロールすればいけそうな気もしなくもないけど。なんか、クッキングシートとか敷いてやったら、直接火かからないし、下だけ乾燥して上が水分飛ばないみたいなことを防いであげればなんかいけそうな気がするね。頑張ればね。頑張れば。若干ちょっと手間というかコントロールが大変そうです。で、なんか今日、ツシさんのがツイートされてましたけど、新しいブログが追加されてて、見ましたかね。今月は卵月間っていう。今月は卵月間だよっていうお知らせのブログが上がってましたね。一応戻すか。よし。あと、実験ができてよかったかもしれない。焦りはないんだけどね。放送するとき、後ろに DAIGO さんの放送がないから、焦りはないんだけど。やっぱ見やすいっすよね。
ヨッシーさんも、そう、持った後の。そんな気がするよ。卵が1日3個食べるようにしてるの。割とあ、そうね。卵ほんと飽きるよね。一時期ゆで卵ばっかり食ってたけど、もう飽きましたね。卵は飽きる。卵は、あれなんであんな飽きるんだろう。なんかポシェとか、ゆで卵とか、なんか、バリエーションをつけて、で簡単に食べれるようなやつを試してましたけど。いやー、飽きるね。オーブントースターはありません。あるにはあるが、よくある海外にあるオーブントースターって、食パンを、ぶっ刺して、なんだろ、レバー引いて、ライスが終わったら出てくるみたいな、飛び出すみたいな、ああいうタイプの横に並べてオーブンに入れるみたいな、オーブントースターのタイプじゃないっていう、形がね、違うんですよ。パン専用機のやつ。食パン専用機になってるやつ。あれしかない。電子レンジはあるんだけどね。電子レンジでいけんのかな。ボッソボソのやつが出来上がりそうな気がする。電子レンジ。膨らんでみたいな。メレンゲ突っ込めないでぶっ壊れんじゃないかな。ヒーターがメレンゲで、覆われてるだけになってしまうっていう。失敗すると思う。ってか、出てこないと思う。出てこない。入れたはいいけど出てこないって。トースター壊れるだけっていう状態になりそうですね。うん、なんでね。メレンゲクッキーは若干厳しいかなって思っています。なんか放置しとくだけでそんなになんか形状が変わらないんだったら、厳しいかな。いや、冷蔵庫って結構乾燥してるじゃないですか。冷蔵庫入れたら意外といけんじゃん。ちょっと厳しそうですよ。もちろんないですよ。食品乾燥機があるところって、もうあれ、料理好きな人じゃないとないんじゃない？食材を乾燥するという。あれですよね。干し芋とか作るやつですよね。ない。一般家庭に置いてない。なんかガスオーブンはあるんだけど、スコーンのガスオーブン。あとはそのパンのトースターと電子レンジぐらいかな。アノバは僕が勝手に持ってきて置いてるんで、アノバは自分のやつを勝手に使って手を上にやってるんですけど、あ、魚焼きグリルあるでもね、温度の設定がわからん。なんかこうガスコンロも一緒なんですけど、なんかさ、火つけるじゃん。でも何度とかってわからなくないですか。何度とかってないよね。弱火、中火、強火みたいな。あんな感じのダイヤルになってるから。そこ問題だよね。ポテチは多くない。日当たりに当たると、ああ、ポテチね。薄くすれば早く乾く。あ、シート状のメレンゲクッキーだったら作れるのかもしれない。薄いやつ。薄いやつだった。乾燥しやすそうな気がする。ないと思ってきた。ある。ある。魚焼きグリルある。なんかオーブンの上についてた。ガスオーブンの上の方に引き出しがあって、なんじゃこらと思ったら、魚焼きグリルだった。違う。魚焼きグリルじゃねえな、あれ。あれ、魚多分突っ込めねえの。あのスペース何なんだろう。あれ、ちょっと今度見てみますね。ちょっと今日確認してみるわ。あ、魚焼きグリルってさ、大体なんか、ガスコンロの下についてるじゃん。なんかね、ガスコンロにね、ガスコンロと、下にガスオーブンあるんですけど、このガスコンロとガスオーブンの間になんかスペースがある。
俺勝手に魚焼きグリルだと思ったけど、あれ多分違うね。魚焼きグリルじゃないね。ちょっと確認してみないとね。ちょっと見てみますね。あそこは何のスペースなの？ちっちゃいピザとかだったらなんか入りそうな、なんかね、高さのないスペースがあるんですよ。あれ何用なんだろうね。ウクライナ人は柔軟剤ね。ああ。なるほど、なるほど。換気が大事です。ミニクッキーはね、手順と、材料、非常にシンプルなんで。あれ買いました？ハンドミキサー。ハンドミキサー。なんか、ドリルみたいなやつ。電動ドリルみたいなやつ。あれ買いました。ブロイラーってなんだろう、安い鶏肉の名前なら、まあ鶏肉しか出てこないよね。ブロイラーっていうの、あ、すぐポチった、早っ。あれどうなんですかね、なんかよく僕もハンドミキサーが、なんて言うんだろう。フードプロセッサーじゃなくて、ハンドミキサーか。ハンドミキサー。ハンドミキサーに、なんかね、こう、脱着式の、ホイッパーがついてるやつあるんですけど、ね。ホイッパーの1個タイプと2個タイプってあるじゃないですか。普通のホイッパーみたいなやつ、1個のやつと、電動で動くウィーって回転するやつ、あれ台に2個ついてる。これどっちがいいんだろうね。最近の的な疑問ですね。二つの方が効率いいのか、それとも一つで全然問題ないのか。あそこら辺がね、ちょっと気になるんです。二個のやつか、一個のやつ。さ、子供の頃に親に買ってもらったやつがどうさ。ほとんど使ってない。まあ、もう使わないよね。で、奥にしまわれてるよね。あ、2個の方がやっぱ私はいいんだ。そうね。メレンゲだとね、なんだろう。フォームを保ってないと、時間経つと崩れちゃうじゃないですか。だから、きめ細かい、こう、泡を作るには、どっちがいいんだろうな、と思って。あれですよ、なんかイタリアメレンゲっぽい感じですよね。メレンゲよね。蜂蜜だからなのかもしれないです。今日はちょっと短めにして終わろうかなと思ってます。でね、いろいろこう調べてみたいなと思っているので。ショックだったな、ショックだったな。iPad でできると思ったんだけどな。配信アプリも入れたんだけどな。これはちょっとショックだったな。配信できたっていう人をね、見かけたことはないんですよね。だから、無理なのかなと思いながらも挑戦したんだけど。厳しいね。なかなか難しいところです。そうそう、ニコの方もね、まだその感じがするからね。iPad。そうなんだよね。あと、熱持つ問題とかなくなるんで。熱を持つっていう問題もなくなるから、非常にね、多分快適になるはずなんです。音質も上がるはず。タブレットというか、なんだろう。パソコン以外かな。パソコンだと全然配信
いや、でもあるんですよね。配信アプリっていうか、配信の、ソフトウェアを使えば配信できますよって書いてあるんですよ。YouTube 側の。モバイル配信できますよ。配信アプリっていうか、配信の、こう、あれがあれば。ソフトウェアがあれば。って書いてあるんだけどね。いや、使えるやつが見つからないんだよね。使えるソフトウェアが見つからないっていう問題があるんですよ。できるにはね、できるみたいなの。その書かれ方は、こう、から推察するにはね。完全に無理ですと書かれてないんですよ。1000人未満の人でも、配信ソフトウェアがあればできますってみたいなこと書いてあるんだよ。謎だな。ちなみにね、その YouTube の Google 先生側からおすすめの、配信ソフトウェアみたいなやつ出てて、僕はそれをちょっと入れてみたんですよ。実は。実はね、そういうものに、ね、ありましたね。え、なんで Google 先生がおすすめしてるやつで配信できないのみたいな。もうそれできなかったらもう無理じゃん。配信ソフトもね、OBS ですよ。今使ってる OBS ってやつ。もうアプリバージョンがあって、そう、アプリで出てるんですよ。配信ソフト OBS。こいつをね、入れてきの試行錯誤してたんですよ。今も OBS で配信してるんですけど、あ、同じじゃんと思って。これだったら使い勝手わかるんじゃねと思ったんですけど、なんかできないんですね。そう、そこら辺ね、ちょっと考えて、もうちょっと試してみて、もうちょっとなんかできないかなって、ちょっと試してみて、調べてみて、で、そういうためなら諦めるんですけど、頑張って人数を増やしていこうに、ちょっとシフトしていこうかなと思うんですけど、若干ね、時間はあるので、時間は今のところ、まだまだロックダウンなので、いつまでなんだろう。あとね、先の見通しが立ってない感じなんですよね。ロックダウンはいつまで続くかっていうのは今のところね、まだ、いつまでに終わりますっていう話は出てないんだけど、出てないんですけど、ピークは過ぎたんじゃねっていう話は、ちらほら、見ますね。感染者数、どう亡くなった方の死亡者数が、ね、減ってるみたいなので、これピークを過ぎたんじゃねっていうなんか話をちらっと見ます。日本は多分まだまだな感じがしますけど、なんか7日までだっけ？ 4 月の7日ぐらいまでですよね。あ、4月じゃない、5月か。になんか延長するかどうかみたいな話があるんですよね。ロックダウン中ね、特に大変なことはないんですけど、普段大変なことはないんですけど、そうね、まだ何も、どこにも行けないっていうのは、ちょっとあれですね、せっかく来たのに感はあります。せっかく来たらやっぱ遊びに行きたいっすよね。いろいろ、見て回りたい感じはしますけどね。なんか検査のいろいろ問題も出てますな。イギリスもありますよ。なんかね、イギリスの統計局から出してる情報だと、今出してる、なんだっけ、感染者数と、亡くなった方の数は、病院とか、いわゆるその検査されてる人たちの人数だから、その施設とかで、老人ホームとかね、そういうところで亡くなった人とか、お家にいて、コロナで亡くなった人の数は含まれてないよね。だいたいそれが40%増しぐらいじゃないっていう話は出てるので。だから多分、それを含めて考えると、ピーク時は1万人以上、1万人じゃねえや。1000人超えてる人数が亡くなってるんで。
戦後最大のこの、なんだっけ、死亡者数が出てるぐらい、なかなか猛威を振るっております。旦那さん。いや、凄まじいですよ。なかなかね、こう、目処は立たないとね、皆さん大変ですよ。イギリスは大体そんな感じですね。現状なんか、特に、これといって進捗はないですね。なんかオンライン飲み会は増えてるみたいだけど、オンライン飲み会やってる人は増えてるらしいです。そうなんですよね。もうあれですよね、だんだん疲労感が溜まってくるのはなかなかね、ストレスになってきますよね。自然の確かに人間では何かにこう攻撃されてる感がねありますからね。なんか最近パリオさんのブログでも割となんかコラムの話題がちょくちょく見かけるんでね、結構なんか研究は進んでるみたいんですけどね。パリオさんの記事を読むたびに、なんかそんな風に思います。あと T シャツ出ますね。見ました T シャツ。パリオの T シャツ。猫背を改善してくれるっていう。姿勢を改善してくれる。もう、コンプレッションウェアなのかな？コンプレッションウェアなのか。ネコノビックスってやつね。T シャツです。ネコノビックスっていう名前の T シャツ。サイズ感がユニクロと一緒だから安いんじゃねえって話が書いてある、このパリオさんのこのネコトビックスを着ているこう写真がめちゃめちゃ腕が腕の太さを強調しているので、パッツンパツンになって腕周りパッツンパツンになって、自粛太り、ああ、効きますね。自粛太りね。効くね。ちょっと乗せとく、パレさん。パレさんの T シャツ。パレさんの T シャツのリンクをちょっと乗せとこう。猫背改善 T シャツ。僕も猫背なんで、ちょっと気になってるんですよ。猫背ね。ちょっと背筋を鍛える方向で、ちょっと改善していこうかって最近思ってたんですよ。なんで最近背筋のトレーニング方法の動画を見てました。背筋を鍛える動画とか。懸垂いいんじゃねってちょっと思いながら。正しい懸垂の仕方の動画を見てました。あれだね、ちょっと、今週のパリオさん、今週のパリオさん、サザエさんみたいに言ってる。今週のパリオさん。今週、どこで区切るか問題がある。今日は3日だから、27まで遡ればいい。あ、今、アニサキス増えてるらしいですね。アニサキスが。アニサキス増えてるよっていう話が出て、なぜだかわからんが、アニサキス増えてるみたいですね。ワシントン大学の研究で、1967年から2017年までに出た寄生虫のデータを止めたら、魚の中に生息するアニサキスの数は283倍に増加した。やばいな、283倍はやばいな。
アニサキス先輩ですよ。お魚の中にいる、あの、胃を食い破ろうとしてくる、あの、寄生虫ですよ。めちゃめちゃ痛いらしいね、アニサキス。数が、283倍って。今はね、なんか週刊冷凍の、こう、技術が発達してるみたいで、鮮度も保つし、寄生虫も死ぬし、みたいな。ですけど、どうなんだろうね。日本はさ、生魚めっちゃ食うじゃん。生魚を食べる文化があるところはさ、やっぱりそういう技術って発達しましたけど、イギリスどうなんだろうね。イギリスってどうなんだろう。生魚を食うって発想をね、あんまり見ないんですよ。聞かないんだよね。売ってないしね、あんまり。お魚コーナーの小ささから察するに、野菜は多い、果物は多い、肉は多い、魚は少ないみたいな感じなんです。だからそこら辺のなんか、あの、アニサキス問題がそもそも話題に上るか上らないか問題がある。魚のなんか、あの、全体の母数の話だと思う。具体的に、この、アニサキスが検出される数が増えた。じゃあ見ておくか。え、バグった。ちょっと携帯がバグってる。あ、来た。どうした？ 27？刺身とか寿司、ああ、日本のイメージあるね。生魚をこう、米と一緒に食うっていう文化ね。刺身もうまいんですけどね。あれだね、あの、自分で釣ってきた魚の時にちょっと気にしたらいいかもって感じですね。あの、釣りとか好きな人は、生魚を自分でこう、釣ってさばいて食ってっていう、やる人はちょっと気をつけた方がいいかもって感じですね。釣りします？僕あんまり昔はやってたんですけど、今あんまり釣りしなくて。カルパッチョ生魚食べることになるんな。どうなんだろう。カルパッチョね。カルパッチョ生魚かな。肉でもいけそうな気がする。カルパッチョ。サーモン、これスモークサーモンじゃなくてもいいよね。あ、これもともと肉だった。カルパッチョって生の牛ヒレ肉を、薄切りにしてチーズとかソースで あえたものをカルパッチョというらしいです。これウィキペディア。ベネツィアね。もともとイタリア料理で、牛肉だってね。魚は日本発祥って書いてあるね。肉が、肉の代わりに、マグロ、カツオ、酒。知らなかった。魚のイメージあるけど、あれ日本特有のもの。あ、琵琶湖近い。なるほど。あそこ魚いるんだ。もし釣りをしたら付けられたら。なるほどね。ちょっと難しいよね。なかなかね、朝鮮虫とかね、ちょっとあの若干の触りたくないやつとかありますか。ルアーの方がいいんじゃない？そしたら。ルアーの釣りだったら。問題なくできそうな感じ。
ね、こういう時に、こういう時に調べて情報がね、アップデートされるのがいい。まあ、よくよく考えたら、こう、イタリアの、なんだろう、北の方だったら、こう、あれだよね、肉使うよね。南の方だったら、あの、海とかあるし。魚の、でも魚のカルパッチョってありそうな感じするけどね、イタリアだったらね。もともとは肉みたいですね。牛ヒレ肉。みんな使ってんな。あとは、あと、イヌリン酸の話が出てますね。イヌリン酸。酸をつけたらあれだね。酸性の酸みたいな。あれですね、これは、まあ、要するに食物繊維ですよね。食物繊維を、プロバイオスティックスと一緒に取れると、血糖値はコントロールできんじゃないのって話が、思ってるのね。うん、糖尿病の人には腸内環境を改善すると効果ありませんって書いてありますな。女性ものっけどこうか、喋ったやつは のっけどこうか。イルシン酸って、そうグアニール酸とかね。一回見てもね、これね、わかんない。いや、わかんないっていうか、忘れちゃいますよね。あ、そうなんだね。ふーんで終わったらなんかもったいないな。健康体糖量を取った人。ちなみに、イノリン飲む量、1日 10g がベストらしいので。うん、イノリン僕はわざわざ買ってないなって感じですけど。芋食ってるんで、芋食えばいいかな。芋食いの発想です。人気の測定ですか。あ、へえ、なるほど。なるほど、なるほど。そういうなんか、あの、試験的な使い方もされるんだ。ええ、知らなかった。あとはこれですね。はい。オリーブオイルの話。オリーブオイルの話。1日7グラムぐらい、7グラム以上取った人が、心血管リスクが 14% 下がって、冠動脈性疾患が 18% 下がりますっていう話が出てますね。うん。24年も追跡してるっていう。よくやるな。年ごとに全部6回も聞いてるんです。1日 7g だったら私2杯ぐらいって書いてあるけど 1.5 ちょいかですね。低温調理であのオリーブオイル使うときで十分賄える量ですよね。難消化性エキストリン食物繊維の仲間の、ちょっと調べますか。あ、うん、なるほどなるほど。食物繊維のバリエーションの一つにイヌリンやら大箱やら難消化性エキストリンやらってあるみたいですね。じゃあこのバリエーションのっけでも、パリオさんの記事紹介みたいになってる。パリオさんの記事紹介みたいな収まってる。大丈夫これ。そう、イヌリンやら消化性やら。で、食物繊維選ぶんだったら大箱の方がいいんじゃないっていう結論が出てますね。
皆さん的には、水溶性と不溶性の食物繊維のバランスがいいから、質の高いデータが揃ってるから、多いからっていう理由で、大箱を推奨されてます。ただ大箱をちょっと取りすぎると、お腹を下してしまうので、そこら辺はちょっと問題だけどね。これは若干、取る量はちょっと体調に合わせて気をつけてほしいところですけどね。それぐらいかな。あとはね、特に、あとはコロナと瞑想の話なので、健康系のデータ祭りも出てるんですけど、これは、効果なかったよっていう記事が載ってるんで、もうこれはいいかな。効果があるものだけでいいかなって感じがします。何か言うのありますか？ちょっと癖があるからね。なんだろう、プロテインに混ぜる、タムさんは確かね、大箱プロテイン混ぜて、そんな取り方も、あるにはある気がするんだけど、たまるんじゃないかな。とろみはすごいつくよね。吸水性が増す。スポンジみたいなもん。とろみ漬けでちょっと使うぐらいかな。大箱はなんか、大箱ピザを作るぐらいしか、あんまり使ってなかったんですけど、大箱ピザ食べすぎるとちょっとね、お腹の調子がね、数字が良くなるので、そこでしたね。良くなりすぎるとちょっと困るって感じです。ああ、ちょっとね、悩んでる人もいいかもしれないですね。内環境という意味では。プロバイオティスクに乳酸菌とか腸内細菌も合わせとってあげると長期的な改善が見込めるんじゃないかなと。具材と調味料で主張しまくる。なんかはね、ポテトスターチと割合を変えてあげれば、そんなに取りすぎることはないと思うんで。ポテトスターチとか片栗粉とかでこう配合を変えて作ってみるぐらいしかないんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。今日はね、特にそんなに、がっつりした放送をやってもなって感じ。そろそろ締めますか、じゃあね。で、次回の放送が5月6日の、水曜日の9時から、日本時間21時からの放送になってません。アリオリソース。カタルーニャ地方。結構あれですね、イタリアンな感じが。多くて、僕はすごく嬉しいです。イタリアン好きなの。カタルーニャ、カタルーニャ、イタリアだよね。カタルーニャ。あ、スペインだった。全然違った。あ、スペイン料理ですね、次回は。あ、よかった、調べといて。スペイン料理ですね、カタルーニャ。そうなんだ。じゃあ、ついでなんで、アリオリソース調べていきますか。アリオリソース。アリオリラチア、アリオリソース。ウィキペディアのっけておこう。あ、子供の日なんだ。まずね。次回からね、ちょっと放送のタイミングを戻します。戻します。辻さんの放送が終わった後やります。はい。そっちの方が分かりやすいなと思って。シンプルに。
なんで、それでやります。アリオリっていうのは、今後ね、アリオリソース。ニンニク卵黄、オリーブオイル、レモン汁、塩、コショウ。シンプルだね。材料が非常にシンプル。混ぜたら出来上がりと。雑な説明だけど。雑な説明だけど、混ぜたら出来上がるみたいな。なるほど。ブイヤベースに添えることもあるらしいですね。へえ。なんかスープ系とか。なんかいつも使っているような、材料で作るんで、そんなになんか特段新しくなんか買ってきてって感じではなさそうですね。ニンニクと卵黄とオリーブオイルとレモン汁と塩と胡椒があれば、アリオリソースのスタンダードのやつは、作れるみたいなので、寿司さんのレシピがどうなるのかわからないんですけど、ここら辺かなと。ですかね。マヨネーズっぽいって なんか材料見る限りマヨネーズだよね、これ。ニンニクの入ったマヨネーズみたいな。では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 、そんな感じで今日の放送は終わりたいと思います。なんで、そうですね、5月6日水曜日に辻さんの放送が終わり次第、まあ、いつも通り、いつも通りが前やってた通り、YouTube で生徒コミュを配信してるので、するので よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。